ココラコライフリバイバル。28番、29番、25番で、あの子21番。奥に控えてるやつほどでかい鶏だっちゅうことですよ。要は人の近くで食べるのは小さい鶏、体重が小さい鶏みたいな。この貫禄、この貫禄が将来のバラちゃんになるわけですね。まあいいや、ともかくお食べ。しかし完全に油断していたな、まったく。しかもちょっと状態がいい卵じゃないか。まあイベントで忙しくて気づけなかったっていうのもあるな、昨日今日と。そろそろこっち側解放しようかなって思ってて、若干草本のイネ科っぽいような草は生え始めているのと、このクローバーは回復してないんですけどね、ほとんどね。こんなん外出したらすぐ食われちゃうんだけど。赤座がまた再生し始めてるか、こぼれ種し始めてる。なんか傾斜の水をたまに撒いたりとかしてるけど、あんまり再生効果は芳しくない感じだな。もともとやっぱ雨降らないことにはどうにもならん。まあいっか、じゃあここを開放して逆にこっち側を閉じるか。もうこっちも限界だからな。草本はだいぶ食い尽くされている。でここら辺のこれ全部クローバーなんですけれども、クローバーがもうほとんど絶滅状態と。あと何日かしたらどうやら雨が降るようなので、その雨の前に休ませ始めて、たくさん雨を吸わせて2週間ぐらいで回復させるみたいな感じかな。そうだね。よいしょ。よいしょっと。よいしょっと。オッケー。